はい、こんにちは、修二です。今回は LINE 公式アカウントを使った1対1トークのやり方、そして一斉メッセージ配信のやり方についてね、説明していきたいと思います。で、今回はですね、公式アカウントの説明になりますので、こちらオフィシャルアカウントと書かれた L というですね、こちらですね、こちらのアプリを使っていきます。こちらのアプリですね。で、こちらのアプリをですね、クリックしていただきますとこれがですね、私の今テストアカウントになっているわけですけれども、こういう画面が出てきます。で、簡単にボタン説明をしていきます。まず、こちらにね、下に、おうちマークボタン。そして、右横には、時計マークのなんかボタンがあるなと。うん。これは実はタイムライン、いわゆるホーム投稿といわれるものなんですけれども、そしてその右側に、この吹き出しマークがありますと。そしてその右側に、このね、分析ができるような、こういうですね、インサイトといわれるものがありますと。ですね、そして一番右側、通知ですね。通知。そう。こういった通知機能っていうのもあったりします。基本的にこの5つのボタンがあるんだよっていうのを、まず全体像として押さえてください。そして次にですね、一斉配信、メッセージの送り方について説明していきます。本当にやり方は簡単で、まずメッセージを配信する。こちらをクリックしていただきます。そして、こちらでですね、まず、作成というところがありますので、でここでですね、追加というボタンをクリックして、テキストとクリックすると。例えば、こうやって、LINE アットをね、配信を書いていきますと。こんばんは。今回は、ほにゃららについて、記事を書きましたとかですね。こういう形で記事を書いていくと。そして、下にスクロールしていただきまして、次へ。そして、ここでですね、メッセージ設定というところが出てくるんですけど、実は LINE アットね、予約配信というのができます。別に今すぐ送信したかったら、今すぐ送信。ここを押せば配信されますし、またタイムラインにね、同時に投稿することもできます。で、ここをオフにすると、タイムラインには投稿されない。一斉メッセージはちゃんと届きますけれども、タイムラインには表示されないという感じになります。そして、上、この配信予約ですね。ここをクリックしてオンにしていただきますと、ここで日時を選択することができるというところですね。ここをクリックして、例えば今日は9月の9日の、例えばですね、夜20時ぐらいに配信しようかなって言ったら、例えば20時とか、20時半ぐらいかなと思ったら20時半に設定を押して、設定をクリック。そして、配信というボタンをね、押していただきまして、ここをね、クリックしていただきますと、配信がね、されるというような流れになっております。予約配信機能っていうのがありますので、こちらをですね、フルにしっかりと使っていただければなと思います。はい。そしてですね、次、1対1トークのやり方。いわゆる、自分の LINE アットで繋がっているお友達、いわゆる見込みのお客様とどういうふうにしてコミュニケーションを取っていくのか。ここの吹き出しのマークをクリックしていただくと、これ私の自身のこのテスターアカウントの LINE アットに、私自身がプライベート LINE で今登録をして、こんばんはってメッセージをちょっと送ってみたんですが、こうクリックするとこんばんはとなります。ここでメッセージ入力で、なんかお客さんとやり取りするときはこんばんはとかね、こうやってメッセージを送って、こういう形でチャット機能でやり取りをしていくというような形になっております。はい。ね、大枠はね、すごい簡単です。で、このね、動画を通じて、LINE アットってね、そんな難しいもんではないんだよっていうのをですね、イメージいただけたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ぜひですね、これからもこの LINE アットをしっかりと活用していってね、いただきたいなというふうに思います。で、この動画がね、少しでも勉強になったという方は、ぜひね、チャンネル登録もお願いいたします。また下の方の概要欄からですね、SNS 集客大百科という無料プレゼントもお渡ししてますので、ぜひね、私と LINE でお友達になっていただきましたら、そのプレゼントね、お渡しさせていただきますので、そちらもね、ぜひゲットしてみてください。はい。それではね、今回の動画はこの辺で以上となります。ありがとうございました。